はい、ということで、今回から第3章ですね。はい、やっていきたいと思います。今回決めるのいよはいよ最後君のという処遇か、をもうどちら終の盤兵なんじゃ団ないにか委なねと思るいかます。はい。憲兵団お、かざっくり調言査兵団か。えば。まこのず人憲が兵調査団の兵話を聞団、かせてくれ。駐屯はい。兵団、憲我兵々団はを A 束軍ねのている人と体いをう徹底感的じでに調す。べ上げた後、隅ああ、々ナイルさん懐小かしい彼のな。巨人の力が意外と生き今残っ回てのんだよ襲撃を退けた。なので、せめて我々人類の英霊になっていただきな。 ああ、ます。英霊ってのはそ聞んこえなはいい必けど要はなね。い。出た。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力だ。まあ普通の人間からしたらそうだよな、以上異常だよな、ん、境遇が違うからな。いい、彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳あったな。を振り向いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。それを憲兵団が言うとな。説得力がない。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。そうだな。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はっ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこだ。エレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。はい、ということで、まあそうですね、まあこんな感じでエレンとリヴァイが出会うわけですよ。はい。お、リヴァイになりました。いやー、でもザックレイ氏も物が分かるというか、こんなに早く決まっちゃっていいのかって感じなんですけど、まあこちらが精鋭部隊の人ですね。まあ前回まで音もしていましたが、あ、これオロさんに話聞かなきゃいけない。お、
ただのガキじゃねえな。調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。あー、ほんとペトラ可愛い。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつけっきになるな。オールを変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさか噛んだことは気づかなかった。リヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくな、エレン。お、しかし未だに信じられない。オルドさん以外は大歓迎なんだな。変わってんな、やっぱり。の4人兵長が選んだ。あ、兵長が選んだんだ。上が決めたとかじゃなくて。俺が暴走したらこの人たちに殺されることになる。まあ、そうだな。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今リヴァイ班じゃ別なんだな。2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはここで初めて会うのか。エレンも協力してくれるよね。すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？あんま聞かない方がいいと思うけどね。やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは大変です。ハンジ分隊長、被験隊が捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？ハンジさん、よく見たらすげえエロい体してるな。体のラインがすげえ綺麗なんですよ。はい、ということで話だけで5分以上なんですけど。はい、ちょっとハテナマークいかないとダメなんで。そうだな。あ、クリスタ可愛い。しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより被験隊の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？まあでも、あれを見れば何かされたって思うわな。正体は不明だけど、ミカサの心配はもっともだと思う。立体起動で去っていったらしい。僕たちも無断で立体起動装置を使ってないか調べられた。けど結局わかるんだな、それ。誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン、お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあちょっとゴタゴタして分かんなかったな、エレンたちがな。ちょっとそこら辺でよく分かんなかった。整理つかなくなっちゃってる。マルコ、ああマルコね。マルコは死んだ。死んじゃったんだよね。まさかお前まで。でもね、このマルコの死がかなり伏線なんですよ。マルコが死んだ。ネタバレですけど。誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。うん、どんな最後だったかも。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり、巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねと。そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。そうだな。なエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。すげえジャンがまともなこと言ってる。だからエレン、お前本当に頼むぞ。切実だな。はい、じゃあそろそろしたいんですけど、プレイがしたいんですけど。前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。はい、ということでスタートです。ちょっとコスチュームを変えたかったんですけどね、ミカサのね。まあここでみんなマントの装備が手に入るというわけかな。今までなかったんで、よしやっていきましょう。ちょっとまあそうやるのは久々だけど、ああちょっとブーストやるんだっけ。忘れちった。あ、バツだった、バツだった。で、俺たちはどうすりゃいいんだっけ？私たちは
本体の進路にいる巨人を排除して、彼らの進軍を支援する。マントで顔見えなくなっちゃった。油断しないで。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは避ける。中東兵団がでも一番大変なんじゃないかな。巨人の相手、まあ、もしなきゃいけないし、壁の整理もしなきゃいけないし、まあ来たら一番被害に遭うのは中東兵団だしな。ずっと壁のとこにいるわけだから、まあ、ずっとっていうか壁の近くにいるわけですから、こうなったら多分もう、そうですね、一番大変なのは個人的には、まあでも外に出るって意味ではやっぱり調査兵団が一番厳しいというかね、常にまあ生きて帰れる方の確率が少ないですから。憲兵団は何をやってるかっていうのはねまあ劇中でのあれを見ればまあ基本、まあ言っちゃ言っていいのか分かんないですけどまあ今の政治家みたいなもんですねよいしょ。あー、そこまで援護しろってことか。よし、 OK。 あー、そうだな、こんなシーンあったな。だからエレンたちが外に出るまでをミカスたちは援護するってわけです。まあ、この間にも死者が出てるわけですだから常に死人は出てるんですよね。俺とは動きが違うぜ。よいしょ。まあミカサが何人もいればいいわけなんですけどそうどうもいきませんか。ミカサはどちらかというと普通の人間の中では特殊な方ですから、まあ、巨人の力を持ってるわけではないんですけどね。できればもうクリスタを操作したい操作したいね。クリスタもそんなに、なんだろう、今んとこあの子は討伐数1なんですよね。一体倒してるんですけど、意外なことに。よいしょ、何、まあ、命中しなくてもぶつかれば助けることになる。はい、まあ、注意させるってことかな。 OK、 じゃあこれをもうそろそろ。でも今回は本当ムービーが大半になってしまいましたね会話パートが長くなってしまいましたが、ご安心ください、ちゃんとプレイもあります今言うことじゃないんですけどね。クリスタ待て、今行くぞ。こいつら処理して、よいしょ。くそ、一応ね、全部倒したいんですよね。あとあとね、まあプレ4とかプレ3にはトロフィーってもんがありますから、その実績っていうんですかね、うん、まあ最初に始めたのは XBOX なんですけど、まあ実績って言ってゲーム内で特殊な、任務を終わらせると、その何ですかね、あのトロフィーというか勲章みたいなものがもらえるんですよ。それを取りたいんですよ僕は、うん、取りたいというか、まあ多分簡単なのとか難しいのとかがあるんで、ゲームによってはね、うん、まあこのゲームは比較的簡単な方なんですよ。多分ね、クリアするだけで大半は取れるんですよね、うん、OK で、お、なんだあのターゲットマークは。どうしよっか、どっちに行けばいいんだこれ。まあ、乗った方がいいよね。ちょっとガスがすごい久々だからガスの消費が激しいね。まあ僕は常にガス消費激しいですけどね。てか味方にコニーしかいないって何なの、嫌な組み合わせだわ。なんかあれえなんかミッションを理解しないまま本体が来てしまった。別のルートを進んでもらうしかない。そうかそうか、私がもっとしっかりしている。いや僕のせいだよ、僕が早く行かなかった。そんなの、もうクリスタさんはもういいんだよ、いるだけでもう戦力なんですから癒し担当ですからね。ね、やっぱ巨人倒してるとストレス溜まるじゃないですか。倒してるとっていうかね、やっぱストレス溜まるじゃないですか。目の前に人が死んだりとか、まあそれを癒してくれるのが女神様ですよお、名前忘れちゃう、ユミルはね、声優さんがいいですよね。声優さんがね、
何ですかね、初音ミクの中の人です。元の声の人って言った方がいいのかな。まあボーカロイドあるじゃないですか、あれってまあ片言じゃないですか、あれの声が藤下咲さんっていう人なんです。それの声がユミルなんですよイコールユミルの声優は藤田咲さんイコール初音ミクなんですよ攻撃目標、え、あ、これ大砲で倒すっていうことか、なんだその新しい感じ。だからエルヴィンたちが来る前にこの瓦礫を溶かして近道してもらおうってことか。なるほどなるほど、オッケーオッケーオッケー、よ、あ、ちょっとエルヴィンまで、クリストだった、オッケーオッケーでしょう、もう進軍ルートは確保できたオッケー、さすがミカサ、任せて正解だったよ。 お前と一緒に行けば楽できそうだ。そうだな、楽はできるだろうな。オッケー、お、モブか、どうしようかモブの、もうほんとね、まあ前も言ったと思うんですけど、モブの声がねほんと合ってない顔とね、あ、合ってないんですよ、要は。まあ無双にも言えることなんですけど、やっぱこの会社はね、どうしても顔がリアル寄りになっちゃうんですよ。美形なんですけど、どちらかというと、まあ可愛いキャラでも美人になっちゃうんですよ。だからね、なんか萌え声っていうんですかね、よく、まあ、アニメで女のこの、声優担当してる人がこれのゲームの声優しちゃうとちょっとね、まあ演技変えればまあ難しいことだと思うんですけど来ました、すげえ体型バランスだなぁ、すごい、お腹に8割振ってるでしょ顔小さいね、お、ええー、あ、こっち来ない、ね、ちょっと距離を置く感じででも今回の巨人は普通ですね、手足を破壊すればいいとかいうわけじゃない、ないよっ、はい、弱いですねよいしょ、硬い、あ、足は手を狙わなきゃいけない、 OK、 これでしまいだー、おれ、じゃあ久々にこれを使いましょうか、こいつ使わなくても勝てますからね、まあ、ミケさんがいるということで、あ、こいつもか、ほら、 OK、 いけ、みんないけ、 OK、 決まりました、はい、どうぞ、あ、手足やるんだった、そういや最後の巨人はなんか勝手に決めたんですよ自分で全然守れてないですけどね、はい、まあ無事エルヴィンたちは無事外に出ることができたってことかな、はい、ちょっとここら辺の展開は多分場面変わるんですごいムービーが挟まると思うんで、うん、ちょっとどこで切ればいいか迷っちゃうな、あれアルミンかわいいちょっとアルミンの服だけ買いましょう、せっかくなんでハロウィン衣装でーす行きましょう、 OK はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います、また視点は、こっち側なんですけど、エルヴィン側じゃないんですね、エルヴィンたちの視点、まあ、リヴァイ班の視点は次回以降ですかね、はい、まあまだ内地の話になるんですけど、はい、ということで今回ムービーが大半になってしまいましたがすいませんね、はい、ということで、まあ、ショーの始めなんでね、ご了承くださいということで今回はこの辺で終わりたいと思います、ご視聴ありがとうございました、また明日。